一応自己紹介をしておきましょう。改めてさすがにね、うん、じゃあ、こちらから人に聞く前にまず名乗れそうだそうだそうだ、こう来てからこう来るかなって思った。慣れてねえ、 MC とか慣れてないんだよ。はい、はい、どうもお金大好き、ピンハネこと福山潤です。はい、甘いものが大好きなはちみつこと菅沼選手でございます。よ、ベットベト。はい、そして適当なことを話す親方です、日野聡です。よろしくお願いします。よ、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 どうしようかな。頑張る、生ハゲの立花慎之介です。よし、やる気。はい、よ。なんかすいません、サムソンの真島です。よろしくお願いします。なんかすいませんって言うね。毎日からのスタート。今日は椎間板の調子がそんな悪いです。近藤も近藤です。はい。よし。はい、そして、あんた誰だ、リーダーこと、まさし小野大輔です。よろしくお願いします。よーい。そんなわけでですね、はい、ここは何を隠そう、読売ランドでございます。よーい、よー、初めて来た、好き、初めて、俺は縦島が好き。もう、ね、アピールしとかないとね、みんな自由すぎる。そんなわけでですね、何やんの、うん、なんかこんなんとかいろいろついてるけど、そうだよ、泥系は皆さんご存知ですか。泥棒と警察ですかね。泥棒と警察、小さい頃よく遊びましたね、うんうんうん、それをですね、うんうん、この、うん、読売ランドさんをですね、うん、この早朝の時間から、うんうん、貸し切らせていただきまして、うん、すげえ、すごい、ね、やってしまおうという、おお、33歳に7人が集まってですね、はい、今日は、子供の遊びを本気で、うん、ガチでやりたいと思います。走れんの。そうなんです、体力自信ありますか、うん、皆さん。ないです。体力自信ある人。体力は自信ないけど、俺はサバ並みに足は速いよ。サバ？サバ？あ、サバね、うん。足が速いの意味が違う。はい。うん、はい。なんでこの声？何がここ？こうなると思ったんだよ。ね、知ってる知ってる。俺よく知ってる、こういうやつだったら知ってるだろ。33歳、ラバメンバーの運動神経は。7年前は 100m 13秒3で走ってました。お、おお、早い早い、7年前だからね、ガチ早いね、うん、7年25、その7年の間に何が起こったか。そう、7年間に俺6キロ太ったからね。おお、でも増やしたって言ってたじゃん。そうそうそう、打体が良くなったからね、はい、うん、じゃあ3つはね、はい、僕はね、3つって言われたことないけど、3つはマングローブ的にはちょっとおねえキャラ、もうね、ピンクだし乗っかってくんな。捕虜担当、捕虜担当、まず捕まるって、まず捕まえて、捕まえたことによって、捕まえる、お前が捕まえる、捕まれることによって、捕まれる、あの、いや足の速さ聞いてんだぞお前。いや、作戦作戦作戦、作戦ね、ね、プラン的にいい、僕が捕まることによって、うん、その警察官一人も一緒にこう連行しちゃおうかなっていうね、うん、なるほど、ね、そうすることによってね、うん、他の警察官の人数が少なくなるっていう、うん、その戦法でいこうかなと。親方、僕はですね、あの、省エネでいこうかなと。省エネ、時代はね、時代は省エネだから、エコだからね、エコ、やっぱり33ですし、あの、特にこれといってものすごく足に自信があるわけでもないし、うん、もう平均なんですよ、うん、なので、な、うん、同化しようかなと。同化、同化、ここのね、清掃員、清掃員、そうだね、そうですね、僕はまあ、うん、ピンハネほどではないですけど、うん、そこそこ足は昔は速かったんで、今だって絶賛筋トレ中でしょ、筋トレ中で、うん、でも筋トレ中だけど逆に筋肉がついて重くなってるから、うん、分からない、うん、あとこれ見てもらうと分かるんだけど、相当高低差があるんですよ。あるね、はい、ちょっと見てね、あ、ダメなんじゃねえかなと思った。あ、ちょっと自信がなくなって、珍しいね、ちょっとね、厳しいね。まあさっきも言ったけど、本当に高低差があるので、逆にそれを利用しようかなと、うん、お、うん、新しい発想だね、いうことを考えてはいます。転げてみたり、まあそうね、高いところからゴロゴロっとこう怪我しちゃうよ。ただただ怪我しちゃうよ。冷静、お前冷静。怪我だけはね、そうね、そこだけ気をつけていきたいですけどね、やっぱ頭脳派なんだね。さすがメガネ。そう、ね、そう、メンバー一人今日メガネ。あ、本当だ。俺だけ。本当だね。あら、なんかすいませんね。ありがとうございます。いや、俺言われてもね。なんでだよ。メガネポジション。あのメガネがどういう風に割れるか。見物だよね。それが見物だよね。俺のメガネが割れる。死ぬ時だよ。捕まったら割れる。割れて死ぬ時だ。僕も足速い方かなとは思いますけど、持久力がちょっと自信がなくて、持久力、さっきちょっとね、うん、軽くみんなでジョグで回ってみたんですけど、下、ね、うんうん、下びっくりするぐらいエネルギーを消費しちゃって、うん、もう、え、もうないの、うん、もうまだ残ってる、残ってはない残ってはない残ってはない、お前何してんのなんでオープニングで怒られるって何だよ僕はね、
小学校の時にリレーの選手になってましたよ、うん、昔は足早かったサッカーもやってたし、うん、ああそうだそうだ、ただですね、中学の時にスラムダンクに憧れまして、うん、あバスケだなと思って、うん、バスケに移行しまして、うん、バスケの練習がきつくて3週間でやめました、うん、そこからずっと帰宅部です、はい、あとは体力ない、はい、全くないです、うん、なので俺には絶対期待しないでください。俺あと長所とかないし、別に別に俺そういうのないし、体力もないし、あのリーダーめんどくせえな、さっきからね気になってたんだけど、おなんかさ、うん、ヘルメット持ってほしいんだよね。デレデデ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 デお前はすぐカッコつけるな。何がカッコつけてないんだよ今、ね、全くね。ただもう本当にあれだね、ドライバーでもピットクルーでも成立する ね完全にね。てかお前らもピットクルーみたいな。とりあえずなんだかんだでみんなオートバックス企業名ブロッキリの人、ブロッキリの人てってれー大成功とりあえずみんな目立つって感じ。それではルールを説明しよう。7人のメンバーは泥棒となり、読売ランド園内を4人の警察から1時間逃げる。最後まで逃げ切った人数が多ければ多いほどご褒美も豪華になるのだ。もしメンバーが捕まった場合、仲間を助ける方法は2つ。牢屋に置かれたボールを投げ飛ばし、警察が元に戻す間に逃げる方法。もう一つはお助けミッションに挑戦し、クリアすれば捕まった仲間を助けることができる。メンバーに与えられるアイテムは携帯電話のみ。制限時間60分。果たして何人逃げ切れるのか。ダバドロケイ、いよいよスタート。行くぜ第一列。はい、ゲートオープン、行くぜ。はい、行け。さあどこ行こう。警察が出動するのはメンバーがスタートしてから3分後。そこから1時間のカウントダウンが開始される。でも隠れる場所がねあるといいんだけれども、最初はありましたよ。これどうですかね。これね、これ見えるかな。これさすがにまずいですねこれね。とりあえず一番奥へ行こうと思います。マイク取れた。いいですか。マイク取れた。マイク取れた。どうしたらいいのこれ。ちょっと一回逃げたから。ボンってたんすか。事故かな。いきなり散りましたね。バラバラになりましたね。いやみんなどうすんだろう。落ちた。多分上行くときついんだよね。そうね。でも警察がさあ、そっか。でも向こう初めきついかもね。近いからどっかに、どっかに隠れて、どこかに隠れたいと思います。同じ方向に逃げると追い込まれちゃってやばいと思うんで。そんな小野の考えとは裏腹に、ピンク菅沼以外のメンバーは警察がスタートする牢屋から一番遠い園内右奥に殺到。警察出動でいよいよ泥警開始。ちなみに警察は全員アクションクラブに所属する20代前半の体力自慢たち。果たして逃げ切れるのか。いやでもこれ結構高低差が。まあでも警察官もね、若いとはいえ人間なんでね、この坂を上がってくるのは大変だとは思うんですけどね。すげえあん中とか隠れたいんだけどね。まだ大丈夫だろう。まだ大丈夫。目がいいんで俺、遠くからちょっと。様子を伺おうかなと。ここに隠れよう。
売り場の影とかどうなのかな。売り場の影です、ここは。よし、こっちだ。そこにいるのは分かっているぞそこにいるのは分かっているって、おいビビるじゃねえかよ。ビビるよな、うん、あ、かかってきた。あ、もしもし、立花です。もしもし、あ、もしもし、立花です。ちょうど俺も、今どこにいる、ね、ちょうどね、あのテーブルあるじゃん。テーブル群、俺の方に来てる。23番のこのジェットコースターに来てる。あ、ジェットコースターの方じゃなくてね。いた、あ、いた、俺いた、オレンジいた、いた。え、今、あれでしょ。あ、そうそうそう、あのテーブル、テーブルのところでしょ。俺あの垂直落下のすぐ下のあの高台のところに、うん、やべえぞ、みんな固まりすぎてるぞここら辺に。ま、マジでっていうかね、逃げるとこ、逃げるとこねえよ。あのそのすぐ近くにコンちゃんがいてんで知ってる、あのコンちゃん、うん、見える見える。んであのマサシがね、便所の裏にね、あのチンケに隠れてるよ。うん、マジで。あ、っていうかあれ、あれなんだ、あれ日野くんだ、警察かと思った、うん、そうそう俺が止めるからオッケー。まあでもここは多分もうね、逃げるのは2ルートしかないから、そう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 、ここはねちょっとね、ちょっとね、集団で逃げるしかないね。ちょっとあれだね、あの様子をちょっとどういう風に来るか様子を伺うべきだね。あ、そうそう、でね、ここ何が怖いんだってね、あね、見てクマンバチとかいっぱい飛んでるの。飛んでるね。あとね、あとね、ま、ね、サムソンもね今ね、フリーフォール、フリーフォールとかね、バンジージャンプの方やってるね。来た、うん、サムソンやばいぞ。多分そろそろ、そろそろ動いてるよ。3分だから特に動いてる、ね、じゃあまた、うん、いいです。超いっぱいいるよ。てかね、そういっぱいいるみたい。もうすでに会ってんだよね。でね、すごいね、この辺ね、蜂がいっぱい飛んでんだ。うん、やばいね。虫が敵か。本当だ、超いる。あっちね、ひときわ鮮やかなオレンジのつなぎを着た人がいます。電話してるみたいですね。俺も電話してみよう。板電だ。板電かけよう。菅沼くんだ、やっぱ板電といえばね。決まってるんですね。そうっすね。菅沼くんにピリリとやって、捕まってもらうと。お、かかってきました。はいはい、こんちゃん。あ、ごめんね、ちょっと。大丈夫だよ。今どこ？今ね、近くにあの、ジュンジュンがいて、うん、結構みんなそっち固まってるね。そう、結構固まってるよ。ね、今親方が来た。親方もいる。うん、でまさしもいる。みんなそっちかよ。そう、俺今ね、うん、俺今メリーゴーランド。メリーゴーランド、うん、いいじゃない、うん、一番捕まりやすそうじゃない。一番上、うん、やっぱスガポンがまずね捕まってもらわないと。いや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 、一人で怖いよ。こっちほんと固まってんだよね。じゃあ頑張ってね。よし、頑張りましょう、お互いにね。うん、じゃあ後ほど、ふいふい。いやいやいや、なんかみんな固まってるそうです。来ないですね。警察のスタート地点から最も近い場所に身を潜める菅沼。当然警察と出くわすのもメンバーの中で一番早い。少し移動します。移動したいんですけど、ちょっと怖い。作戦的には相手が登ってきた時にこっちは下って逃げるという地の利を生かした。上り坂を進みながら徐々に菅沼に近づく警察。いち早く警察に気づいた菅沼は猛ダッシュ。最初の危機は乗り越えた。がしかし、なんとピンク菅沼を追いかけるカメラマン足がもつれて転倒。そして騒ぎを聞きつけた警察が菅沼を発見。しかし不幸中の幸い、下り坂でスピードに乗った菅沼に警察は追いつけず逃げ切りに成功。で、転んだカメラマンは菅沼を見失い、開始3分にしてピンク菅沼行方不明。果たしてカメラマンは警察から隠れる菅沼を発見することはできるのか。
他の警察も園の外周を見回り隠れているメンバーを探す。一網打尽で捕まってしまうことを恐れたメンバーは他の隠れ場所を探そうとバラバラに動き出す。ただ確かに俺は目立つ。園内を横切る姿が異常に目立つオレンジ福山。警官が意外に混んで目立たないからどういう動きがいいのか。その時日野も動き出した。なんとかあっちに行きたいんですけどね。真島君と連絡が取れてないんで真島君にしています。マジ今どこ。今これ何番でしたっけ。28番。地図の番号で言えばいい。28番。おいみんなこっち来てる。バンジーは逃げてる逃げてる。一回切れて。オッケー。確認だけされて切られました。ちょっと広いところに来ます。はい、入り組んでるとダッシュできないかなと思って。これここうまく隠れ場所を探す福山にしても目立つ。入れない。よし、さて、福山が先に警察を発見。一目散に逃げる。スタコラ逃げる。警察には気づかれていないが一時退却。いるいるいる。来る。今ゆっくり歩いてる。あの長身の円の反対側へ行きたい福山だが横断は諦めルートを円の外周に変更。すると、はい、もしもし、今ね、俺あのゴーカートの、あ、今来た、俺逃げる。なんと先ほど園内でやり過ごした警察が通り抜け通路から福山を発見。オレンジ再び激走。スタコラ逃げる。この井戸目立つな。来た。福山を見失った警察はたまたま近くにいた日野を発見。アンラッキー日野、33歳の全力疾走。しかし逃げた先には、あ、来た。なんと福山が隠れていた。福山再びピンチ。とそこになぜか近藤が。さらに白のつなぎの小野も合流。なんと4人が1人の警察に追われる非常事態。福山は通り抜け通路から園内へ逃げる。一方、小野、近藤、日野はそのまま園内の外周を下るが、広場気ぃつけろ。広場やばいぞ。来た。外周を選んだ3人は警察に発見される。ここで日野は道をそれ植え込みの陰に逃げ込む。その結果警察をやり過ごすことに成功。警察のターゲットになったのは小野。あ、警察に向こう追われてる。これで園内の福山も標的に。二手に分かれたのを見て警察は一旦追うのを諦めた。分かったよ。
ね。いやー、不用意に動くとこうなるな。福山、小野は逃げる難しさを痛感。一方近藤は外周を右往左往。近藤がチラ見した茂みでは、ここ以外とでも見つかんないかもしれないですね。日野が省エネ作戦を決行中。警察に見つかってから逃げるのは相当厳しいと痛感したメンバー。一方高台に隠れている橘と真島は、何にしろここは非常にこの抜けが、敵が来るのが非常に分かりやすいんで、夫人としてはここはなかなかいい夫人だと思いますけど、足にアリが登ってきてる。アリが痛い、でかいアリがいた。しかも、あ、警官は橋を渡って向こうに行きそうだな。血液型って信じます？性格結構信じます。僕も A 型なんで信じるタイプなんですけど、日野くん AB なんですよ。なるほど。結構村っ気があるから動きたがるんじゃないかなっていう。でも A が多いんですよね、ダバって、うん、意外と考え方が2回折る可能性も。とりあえずピンチになるまでは一回ここで止まってみるのも手かなと。そして開始3分で行方不明になったこの男は、菅沼さんの場所分かりましたでしょうか。カメラさんが探すも未だ見つからず。そんな菅沼はさておき、高台に隠れるのも2人が限界。残るメンバーは移動しながら逃げる作戦に。ちょっとどっちに行くかですね。観覧車の方に行くか、あっちに行くか。あっちに行きたいと思います。ここ脱出しないとやばいですよ。ここで福山の目に警察の姿が。一方警察もオレンジのつなぎをロックオン。逃げる福山に立ちはだかる長い上り坂。スピードが出ない上、逃げる先にはおとりになり助けてくれる仲間もいない。福山絶体絶命。マジか。確保。福岡市2回捕まった。メンバー1の俊足福山、逮捕者第1号。サイリウムみたいな服着てっからだ。はい、全部僕がやりました。はい、全部僕がやりました。上り坂きつい。あ、そうか、罰ゲームだ。足つぼマッサージ。いきなりっすか。よろしくお願いします。お手柔らかに。え、これ脱いだ方がいいんですよね。そうですね、はい。あ、でも足つぼ痛いやつ初めてなんですよ。痛いであろうっていうやつね。おはははは。今はいいですね。これ今の感想ですか。おい、痛い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 。最も逃げ切る自信があった福山が最初に捕まるというアクシデント。泥系は波乱の展開に。福山逮捕の直後、警察が発見したのは小野。福山とほぼ同時刻に地味に逮捕。ダメだった。悔しいよ。
ありがとうございました。グッジョブ。君、名前はなんて？大月ですね。その名前忘れないぜ。ありがとうございます。うわあ！よし、今のうちだみんな。逃げろ。あ、くそ。10分経過です。10分で2人かきついな。あって入るよ。おい、入るよおめえ。ふざけんなよ。痛い。福山、小野が捕まった時、別の場所では近藤もえらいことになっていた。確保。この1分間でなんと3人連続逮捕。だらしねえ。確保。よし、こっから。さあ、移動しなきゃ。なんで読んだんだよ。よし、じゃあ降りて。ああ、奇遇ですね。奇遇です。こんなところで。いやいや。いただきよ。あ、奇遇ですね。俺1番じゃなかった。ああ、僕1番です。来たの。何事も1番がね。開始10分で早くも3人の逮捕者が。これで追う警察4人に対し、逃げる泥棒も4人という圧倒的に不利な状況。半分捕まってんな。行くしかねえ。現状入ってきた情報で、純くんと阿部くんと小野くんちゃん3人が、あ、こんちゃんも行ってない。マジで、もう3人捕まってんの？3人多分捕まってると思う。マジでか。だからとりあえず俺は救出に向かいます。あ、俺もなんとなく隙を見て向かってみる。あ、よし、じゃあそこでちょっと様子見ながらだけど、ここだと、行きますね。おい、救出に向かいます。この距離で電話してたらちょっと面白いですよね。4人だと1対1でからきついっすね。立花と真島は時間差で仲間の救出に向かうことに。一方、日野は依然として草むらから動かず。とりあえずでもピンハネとマサシが捕まってるみたいなんで、なんとかして助けないと。忘れがちだが、開始3分で行方不明になったこの男は。菅沼さん合流しました。カメラマンの懸命な捜索の結果、ついに菅沼発見。しかもピンク菅沼は行方不明になった場所からほとんど動かず隠れていた。大丈夫ですか？最初から焦げちゃって。助けたかったんですけど、こっちもヤバかったんだ。しかし再会を喜ぶ間もなく警察が。警察に気づき慌てて逃げるピンク菅沼。警察の姿も確認せずにガンガン逃げる。そして一番来たくないところに来ちゃいましたね。近藤、福山、小野が捕まってます。あ、3人もか。助けに行ったりします？電話して。行きたいですね。仲間を助けるには絶好の位置に来ていたピンク菅沼。奥から近づくイエロー橘と連携を取ればうまく救出を狙えそうだが、うわ、このルート怖いな。ピンクからの連絡がないまま、橘は単身牢屋に近づく。今多分いた気がするんだよな。そう、悪い予感はよく当たる。
見事警察を巻いた立花は一気に牢屋へ。一方ピンクもなぜか単身仲間の救出に。しかしヤバくなったらすぐ逃げる。ピンクが近づいていることさえ知らない立花は一気に救出作戦を決行。立花、見事一人で小野と福山を救出。よっしゃよっしゃ逃げるぞ。うっとこのタイミング。しかし近藤だけは逃げられず。スミス、もうやめてください。今のはギリセーフだったんだろうか。実はこの劇的な救出劇の最中、あの男も、菅沼さんも向かってます。そう、ピンクも仲間の救出へ向かっていた。ピンク、どうする？誰か。ピンク、何もせずに逃走。一方真島はかなりの時間差で救出に向かおうとしていた。警察が高台に向かったのを確認し仲間を救出。エアドラムを披露しようということで。牢屋にいるのは近藤のみ。そんな状況を全く確認しないまま救出に向かう真島。嘘ついてます。すると警察に発見されてしまう。誰か追われてる。見つかってる。必死で逃げる真島。しかしやり過ごしたはずの警察が偶然真島を発見。運もタイミングも悪すぎる真島。必死で逃げるが、危ない、ダメだ、危ない、ダメだ、危ない、ダメだ、確保。メガネ真島メガネ、足がもつれて捕まるメガネ。ねえ、これは無理ですよ。ああ、ようこそ。小野さん、お一人ですか？あいにく一人です。マジでか。よろしいです。真島が捕まり残るメンバーは5人。仲間を救出か、それとも手堅く逃げ切るか。先ほど仲間を救出した立花だが、再び牢屋近くに潜む。10代には無理だよ。もう一回捕まえたからいいじゃない。俺も真島さん捕まりました。真島が捕まった、はい、今近藤さんと真島さん2人です。いやでもあそこの警官のあの位置はきついな。あの守りは、いやこれは向こうから1人陽動がいないと助けられないな。こっち側からでは。立花の反対側から警察を引きつけるメンバーがいれば救出作戦を決行できる。ということで、菅沼に電話中です。近くにいる？いや、いない。ファミリー広場。あ、ファミリー広場まで下がったか。OK、分かった。大丈夫です。あと 1,2 分でミッションでしょ。あ、マジで？うん、だと思うよ。了解です。分かりました。頑張りましょう。はいはい。菅沼は仲間を見捨てるそうです。あと1分でミッションだから、ミッションのメールが来るんじゃないか。今誰の電話？立花です。あいつはやります。
あ、ちょっと来た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 、助けに行かないと。向かいますね。33歳のメンバーたち、疲労困憊。あの警官があれ以上向こうに行かないんだよね。そんな中、仲間を救出しようと画策しているのは橘のみ。しかし、まさかの背後からの追跡に橘、思わず飛び出す。会いたかと安心したが、実は前方にもう一人警察が。あこら、捕まった。救世主橘、力尽きる胸。やあ、やばいやばい、もうねダメだよ、疲れたよ。そうだよね、半端ない。お、罰ゲーム、罰ゲームだ。足つぼマッサージ、はい。お、俺行って。来た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 、行って。なるよね、なるよ。痛い。立花さんは捕まったみたい。本当ですか？さあ、捕まこれ、谷助けに行くよりミッションで誰か救い出す方にした方が得かもしれないですね。今の4人がみんなミッション行ってミッションクリアすれば全員助け出せる。メールが来ました。22分のアトラクション終了。仲間を解放ですね。了解です。じゃあ行きます。もういいんですよね。ほら、お助けミッション1、ジェットコースタークイズ。ここでは記憶も思考もぶっ飛ぶジェットコースターに乗りながらクイズに答えてもらう。きついわ。なんかありますよ。乗る前にクイズ出題、降りてから3秒以内に回答。なるほど、水ください。めちゃくちゃきついっすよ。すごい。思った以上に真偽が読まれてて。とりあえずでも3人捕まってるということは、ああ、だから3人助ければまたちょっとチャンスが広がるじゃん。ファーストチャレンジャー日野。アルファベットの16番目、21番目、24番目、それぞれ何のアルファベット？難しいぞ。P。一つは P だ多分。R。H I J K。B C D E F G。高い。人も。なんだろう。暑いだけに風が爽快っすよ。なんだろう、忘れそうになったぞ今。 U X R。 さあ、立ちもあるんだね。答えますよ。16番目が P、 21番目が U、24万目が X。 おっしゃー、よし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 
じゃあたくさん助けたってことで橘慎之助君が助けます。おい、橘さん解放されました。マジで？やったやったっつっちゃった。頑張ってな。お声がかかるのを待つ近藤、真島、そんな中続いてのチャレンジャーは福山。1から20の数字一つずつ足すと合計いくつになる？じゃあ1足す2足す3足す4足す5足すってことですよね。うわっと待って。でもね1から10がね結構ねもう分かってるからそっから先でいいんだ。今91。今純が冷静なことを祈ります。55だからまだ1から10まで足すと1234567910209で、ね、11があるからあーちゃんあーちゃんうわおいあーちゃんあーちゃんうわおい209までは上がってる。よし209からあと、はい、209までは数えれたからそっから1足して210、うん、よし、おおすげえ、よしお前すげえ、よし、じゃあ真島でお願いします。真島さん解放です。なんでだよ。お疲れ。頑張って。そうか、結局一番いるんだね。牢屋には近藤のみ。あ、ジェットコースターが動き出した。やっと出れるかもしれない。菅沼くんじゃなければ。チャレンジャーは、え、だってそもそも最初の祝日が分かんない。菅沼、祝日ってお正月。最初は分かんない。子供の日とかかな。子供の日が10番目ぐらいじゃないですかね。うわ怖い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 、これ怖い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 、うわー、楽しい。ふぅ、え、祝日？お前、あ、髪の毛すげえ。祝日？じゃあ、子供の日で。早いな。俺多分ね、夏から秋ぐらいだと思うから、多分夏って祝日ないでしょ。ほとんどないね。9月だと勤労感謝の日か、秋分の日あたりじゃない？海の日とかそんなかな？正解は、何でしょう？正解は秋分の日です。あー、秋分なんだ。当たってた当たってた。あとは任せた。先なんだな。こうしてお助けミッションは終了。ミッション終了です。残念なお知らせだ、本当に。いやー、泥系再開。ミッションの時間はカウントされないため、メンバーに残された時間はあと40分。警察動き出します、今から。マジっすか？ミッション終了しました。警察動き出します。ここいていいんですか？ここは大丈夫です。今向こうにいるの見えたんですよ。あれ、ここ見えるよな、あいつから。叫び声聞こえた。あ、そっか、足つぼやってるんだ。ってことは今助けてもダメだね。さっきと同じことだよね、あいつね。一人助けましたね。助けましたね。頑張ってますよ。まだ全滅になってない。まあ、僕には秘密の隠れ家があるんで、我が家へどうぞ。日野は再び草むらに隠れ省エネ作戦を続行。一方福山は、ここ超危険。もうゲーム開始してるんですよね。しますよ。助けに行こうか。
けに行くべきか。牢屋の近くで隙を伺うピンク菅沼はなぜか斧を驚かす。二人で行こうぜ。二人で行こう。基本しょうもないことしいの菅沼だが、策があるのか。斧に二人で移動することを提案。前方には福山が待機。いやでもこれ実は作戦的にはすごい成功で、コンちゃんを一人犠牲にしておくことによって警官が一人減るんで、そう減って6人が逃げられるような状況にはなってるんで、やり方としては正解ですね。確かにこの人数を維持して次のミッションまで粘り、近藤を6人で救出するのが全員逃げ切る可能性は一番高い。残り時間教えてください。残り時間教えてください。ただ問題は次のミッションまで全員が逃げ切れるかだ。これは八方塞がりだぞ。慌てて逃げ出す真島、それに気づき警察も真島を追う。なぜか同じところをぐるっと回って逃げる真島。してもらったのに再開2分で再び女はインドア派の限界か。こんちゃんただいま。めっちゃ早かったな。もうどうしようもない。いやこいつダメだね。こいついると全部ダメだ。よくできる。無理だよ。近藤さん、真島さん捕まってます。2人捕まったの。助けたのに。助けたのに捕まったの。知らせを聞いた福山は救出へ。菅沼、小野も周りを警戒しながら牢屋へ向かう。牢屋に一番近い場所にいる橘は、ダメダメ、今動いちゃダメ、絶対ダメ。牢屋の周りに集結しつつあるラバメンバー、果たしてどんな作戦で近藤、真島を救出するのか。ここで何を思ったか、福山が単身牢屋へ突入。完全に福山逮捕だと全員が思ったその時、なんと隙を伺っていた橘が阿吽の呼吸で突入。橘が捕まる間に福山がボールをゲット。この橘と福山のファインプレーで近藤が30分ぶりに解放。そして捕まっていたもう一人は、あ、またタイミングの悪い。アホか。ダメか、しょうがねえな。再び仲間を救った立花だが、近藤と入れ替わりで牢屋へ。嘘だろ。嘘、嘘だろ。近藤、逃げた先にいた警察とまさかの鉢合わせ。シャバの空気を吸ったのは
わずか20秒。もしもし、近藤さん逮捕されました。そんなドラマの裏で、あの男、そう、ピンク菅沼は一人追いかけ回されていた。終わりました。しょぼさ全開のピンクスは、ね、全く見せ場もないまま無駄に散る。ピンクと一緒に行動していた小野は通路から来た警察にいち早く気づき、ダッシュで逃走。はなんと逃げた先にも警察が。リーダー小野も捕まる。逮捕者はゲーム開始後最大の5人に。おお、ちょ待って、捕まりすぎだろおお待って、一人助けに来てこんだけ捕まったらダメだろ5名捕まった。5名。残り時間約半分、追い込まれたガバチーム。あとは福山と日野の2人に望みを託すしかない。これ動かない方がいいよね。その方がいい。まだ助けますよ。省エネに徹する日野と動きたい福山。確かに日野の言う通り、残るお助けミッションを2人ともクリアし、逃げるメンバーを1人でも増やして体制を整えれば全員逃げ切れる可能性も十分。福山、日野、さあどうする。ここは後ろから来る心配ないですからね。走れる準備だけしておこうかな。メリーゴーランドの影から牢屋の様子を伺う福山。福山単身突入し、あえなく御用。なぜこんな無謀なことを。あそこにチェーンがあった。あそこにチェーンがあった。ダメダメだよ、捕まった。菅沼があと一人純くんだけじゃんってのが聞こえたからマジかと思ってきたのよ。なんだまだいたんだ。じゃあもっと慎重にやったよ。え、親方だけなんだ。親方だけだ。あ、そっちだ。ヒロ君だけか。あと一人。あ、そこだ。ちょっと。俺一人だって。俺が助けに行って捕まったら全員終わっちゃうんですよね。慎重な日野は静かに2回目のミッションの知らせを待つ。お助けミッション2、二択シェイク。遠いよ、遠い。目の前にある2つのシェイク、どちらか1つを20秒以内に飲み切ればクリア。ただし1つは美味しいシェイクですが、もう1つは激まず。ストローを口につけた瞬間からカウント。激うまシェイクか激まずシェイク、どちらを選んでも20秒以内に飲み干せばクリア。果たして日野は仲間を救出できるのか。
中身なんだろう。20秒、いきますよ。よーい、まず、酸っぱ、なにこれ、なんかね、やったら酸っぱくて喉が痛いんですよ。見てください、みんな捕まってますよ。危ない本当に。じゃあ一番足が速い福山くんを助けます。はい、解放です。俺解放、イエス、俺解放。ちょっと逃げてくるよ。あ、え、もうゲーム開始、まだ始まないですよね。逃げますよ、急いで。日野と福山二人だけでゲーム再開。最後まで逃げ切れるのは果たして何人なのか。最後の作戦を決めるため日野に電話をするが、もし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 、あれ、もしもし、あれ、何度かけても日野は電話に出ない。あれ、サトシ出ない。出ない。というのも、その頃日野は電話どころではなかった。警察に逃げ道を塞がれ、牢屋方向へ逆戻り。後から聞いてください。福山からの電話に出る余裕などない。逃げ道を断たれた日野は単身牢屋へ。一か八かの賭けに出る。電話が気になり、警察の隙を見て日野一旦退却。頭で警察と鉢合わせ、日野残り4分23秒で死ぬ。捕まっちった。逃げていいよ。これ逃げてもらった方がいいよね。そうだね、一人拾ったし。捕まった？捕まったんだ。捕まったんだ。今捕まったって声が聞こえた。捕まった。捕まった。ちょっと。残るは福山一人。逃げ切って。一人分のご褒美をいただくか、危険を冒して仲間を救出し、その分ご褒美を増やすのか。観覧車の下に警官います。最悪逃げていいよ。一人でも逃げ切れ。メンバーの叫びは福山に届いたのか。どっちかから、やべやべやべ、福山一人に対して警察は4人。逃げ切るのも難しい圧倒的不利な状況。
マジか、マジか、クソ。2人目の警察にも見つかる福山。うわ、うわ。脚力はほぼ互角。しかし牢屋側にもう一人警察が。逃げなかった。いや頑張ったよ。逃げた先が悪かった。結局3人目の警察に福山捕まえ。最後に1回だけやっていいですか。持ってください、しっかり。リトルぐらい。よしよし、頑張った、頑張った、頑張った。ナイス、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 順序はナイス、ナイス、ヒートガイ。くそ、罰ゲームあるの。足つぼやってる、彼がすごいですよ、本当に。おぉ、副陣だって。副陣じゃない。ちょっと笑って、ちょっと上手いこと言う。副陣の副陣も今今終了タイムアップ。うわぁ、惜しい。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっと心の準備を。ちょっと一回手でやってみてください、同じとこ。頑張って。よー、痛い。一緒はないかい。痛い痛い痛い、手の方が痛い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 。ダバドロ系は結局全員逮捕で終了。ダバ、第一レース、はい、ドロー系ただいま終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。よし、なわけですね、まあ、結果から言ってしまうと、全員捕まるという結果 ですね。惜しかったね。お前がだらしかねえな。本当に惜しかったということでですね、ご褒美はなしということです。あ、ちなみに何だったの。そう、これ聞きたいよね、スタッフさん何でしたでしょうか。高級焼肉店の招待券。焼肉か、みんなで行こう、みんなでお金出して行こう。1人につき1枚もらえたと、はい、おー、それはよかったよ。全員残ってたらすごいことになってます。知ってるか、うちの社長肉大好きなんだぜ。社長がな、お前かじゃん。そんなワンポイントいらないよ。あ、そうだそうだ、まあ、それぞれのハイライトといいますか、はい、ここが気になった、はい、ここがファインプレーとかをね、一人ずつちょっと聞いていきたいわ。何やってるか分かんない、はいはい、やっぱりさ、オレンジ目立つわ。やっと気づいた。最初から分かってたから、お前が選んだんだ。一人になった時すげー目立つのね。一番初めに上から見てたんだけど、オレンジ動く動く。すげー分かるもん。動量半端ない。あいつだけ一人超分かるわと思って。でもすごい助けたし走ったし。そうだね。一回助けて。チケットで助けて、うん、2回助けようとして阻まれた。そうだね、2回目はね、あのでもね、ジェットコースターのところでもね、問題正解して、あ、そう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 、頑張ったね、助けて、あの時お前らを助けようとしたことを後悔して。言ってたね。自分そしてマジは俺なんだろうね、序盤はずっと隠れてたのよ、うん、で何人か捕まってたという話を聞いて動き出したら、行った先に警官が一人いて、やべっつって戻って、戻った先にまた警官がいて、あーっつって、どうしようもなくなりました。あるあるだよね。で、さらに一回解放されたのよ。で、解放されて、行ったら、いて、で、やべっと思って、でもまだ動いてねえやと思ったら、警官動きますって言われて、あーっつって。また挟まれるっていう、とことん間が悪いで、意外と挟まれて終わるっていう、ある種のハイライトを持ってる ね, てるね。そして生ハゲこと生ハゲ、ね、立花君、はい、私はファインプレーありましたね。いやー、一番初めに、うん、一番その垂直落下の一番遠いところまで行って、うん、で上空からこう夫人を見てたわけです、うん、一番見やすかったから遠くから来るのが分かったし、ね、でそれで日野くんが追われてるのが分かったから見えた見えた、俺も見えた。初っ端でしょ、初っ端一番速い人が追いかけてきてそこで見てたら、3人もう捕まったって話になって、うん、小野くんと純くん、俺が一番最初、あ、ポンちゃんだ、そう、捕まったって話になったから、うん、3人捕まって4人離されて、もう4人対4になるから、うん、もうそうするとやばいから、うん、じゃあ俺は助けに行くって言って、うん、助けに行って橋渡ったら正面から警官が来ると警官が来たから、ちょうど小脇の一本道があったんだよ。小脇の道に隠れてたら、どう、普通に上を通ってったから、そこをスルーして行ったのね、うん、そしたらその警官
俺がやり過ごした警官とマジが多分あったんだよ。多分そうなんだ。あダメだ。多分そういうことだと思うんだよ。そうだね、うん。タイミング的にはそうだと思う。じゃあ次次はコン、ね、ちゃんその僕の早いやつはないですね。落ち込むなよ。いやいやいや。あるじゃん罰ゲームが。あれ待って檻の中に一番いた、うん、多分そうでしょ待ってっていうかもう確実にだよだってちょっとほらここ間空いてんだもんなんか申し訳ないんだよねそのもう何もできなかったっていう、うん、もう一回チャンスが欲しいのと、うん、あと僕のハイライトはテントウムシがこう止まってたから、うん、そうだねそれもハイライトブローチのようブローチじゃないどんだけいるんだよおしゃれおしゃれどんだけ中にいるんだよ自然地だよ最悪だよ可愛かったよマイクもちょっと外れかかってるし違う違うあのね一番初めにドンって言った時にマイク外れかかってるそうそうそうもうその時点でハイライトだったんですそうそうそうね僕のハイライトは、うん、一番最初の出だしに、うん、観覧車のところにいたあっち行ったんだ意外とね登っちゃえば、うん、警官が来た時に警官がこう上りの俺下りのみたいな感じでね、うん、上りの下り下りの相手疲れのみたいな相手疲れのこっち自分ラキーのラキーのみたいなラキーのハマるじゃんほらじゃねえよほらこんちゃんそれをやろうと思って待ってました、うん、そしたら案の定来まし た警官キーの、うん、俺逃げーの、うん、カメラマンさん転びーの見てくださいマジでマジでかもうねめっちゃ怪我してるえ本当だ本当だ腕肘のところもですね本当だもう大丈夫ですかこれ開始5分後ぐらいだよで僕はぐれーのカメラマンさんとはぐれーのレアなレアで本部から電話ありーのはぐれーのはぐれーのすごいなそれは新しいねカメラマンさんとはぐれちゃったんでどこにいるか教えてくださいってそれがハイライトかなそんなことあったんだすごい、ね、すごい俺はずっと隠れてた親方省エネモード、うん、途中そうだもんねミッションで僕助けてもらった時に電話したけどその時に草むらに隠れてねすごい小声だったからさなんだっけ広場みたいなのフレア広場のちょっとね崖っていうか登ったところに草があるんだけど、うん、そこに隠れてた。でも日野くんもかなり走って救助とか、動いてるよね、あの、ね、ミッション、ミッションだって2回目のミッション一人だけだからさ。そう、あの迷ったの。なんか一人になりましたって言われて、うん、これ動いたら危険だなと思って、うんうん、ミッション待った方がいいと思って、うん、2つ目のミッション。超まずいよあ、ドリンク、ドリンク知らないんだよ知らないんだよ飲めなかったのが残念なんだね残念だよ、ね、いや、足つぼもさ、テレビとかで見てるとさ、本当にとか思うじゃない、うん、破滅的に痛かったじゃん痛い、痛いね痛い先生いい腕してるね本当にそれで思い出したじゃあ、それで思い出した、うん、足つぼ受けてないでしょ俺でもね、経験あるから大丈夫先生あ、先生、マジでか先生、ちょっと足つぼやってあげてくださいで、その間にあの小野くんの話を聞いてるんで意味がわかんない小野くんが野くんの意味がわかんないとハイライト何かな行け今じゃない で、はじめはどこにいたのはじめはね、あーいてててててて痛い日野くんとか見えてた結構同じとこいたのじゃあ、みんなで同じとこいたよねそうだからすごい思ってた離れろお願いだから離れてくれと言って言って完全に無視してるしこれ何なんだよこれ何なんだよもっともっと何なんだよ一番頑張ったのにねありがとうございますすげえ健康になった自己完結かサトシ右足が震えてるよこれさ DVD 第1弾としてまあ言ってるからねいろいろ33歳児の遊びができるんじゃないかだから昔やってたものを今に置き換えてなんかできるとは思うから、うんうんうん、33歳版みたいなでもまあ分かったと思うけど次やるんだったらもっとみんな鍛えてからじゃないと厳しいよねトレーニング積まないとこれね次頑張るで締めるかそうですねなんか意味が分かんないんだけどそうだね一番最後だったらねひどい目に遭っちゃったっていうねすげえ意味まあね、これが第1レースなんで、うんはい、これから第2、第3レースと、うん、まあ初戦は敗退ということですね初戦敗退です負けですね、まあ、俺惨敗、ね、惨敗です33歳散々な3レースになりましたようこそこちらへありがとうありがとう惨敗だよロマンティックワールドに行きましたけどはいなんてわけでですねまあ最後はですね、まあ、ダバらしくやっぱり、ね、ダジャレでさようダバでさようダバの今までの番組さようダバ皆さんおなじみのさようダバはいはいはい第2レースもお楽しみにはいせーのさようダバあのさ
さん一つ言っていい？これ発売のタイミングで俺まだ32なんだ。俺ギリギリ。ほぼ33。